はい、売れない君の素朴な疑問。おい、何でしょう。はい、本日はですね、先週のね、この収録の時にその方位の話をしてて、ね、それで思ったんですけど、もう今の時代というか、まあ、まあこれからね、もう人類が月にこう旅行に行ったりとか、もう月に住むぐらいまでの話とかもまあちょこちょこね、はいはいはい、聞いたりするわけだ、宇宙、そういう時もなんていうの、その方位とかってその占い的に使えるのかなと思ったんですよね。だからもう地球をもう飛び出して、もう月、宇宙、ね、だからそのまあまあ方位以外でもまあ月とか宇宙とかっていう風になると占い的にはどうなのかなと思って。ちょっとそうですよね。まあ大きいのと小さいのと両方話があるんだけど、例えば単純に方位っていうふうに限定した場合にね、はい、そもそもがその北に行ったら、まあ単純にね、すごい単純に北に行ったら寒いよねとか、南に行くと暖かいよねみたいな発想ってあるじゃないですか、はいはいはい、でちょっと単純化しすぎなんだけど、割と方位の根本ってそれに近いようなすごいシンプルなとこから話が始まってるんですよ、でね、でも北行くと寒いよねっていうのは、北半球だけの話なんですよ。オーストラリアとか南半球に行ってしまうと、南にっていうか北に行った方が赤道に近づくんだから、北の方が暖かくなるんですよ、だからそうすると北というものはそもそもこういう意味があってとかっていうとこから話がスタートしてるのは、あれは決してその全地球的なそのなんだろう、宇宙の真理とか自然のなんと法則とかよく言ってんだけど、はいはい、グローバルなものじゃないんですよ基本的に。あれって北半球 の, あの温帯地方ぐらいにしか当てはまらないようなルールでできてるものなんですね。ほう、だから南半球行ったらどうなるっていうのは、まあ、あの仮説立てる先生もいるし実験する先生もいるわけなんですよね。でそれと同じで、あのそもそもがね、占いはよくやたらその宇宙の真理ですとか自然のなんとかですみたいなこと言うんだけど、いや絶対違うって、あんなもの人間が考えたもんだって。だから考えてない範囲のことは分からないが正解なんですよ。ほう、でね、仮説立てていくしかないんです。だから月で生まれたらどうなるっていうのを、一応今の理論から仮説立てるしかないんですよ。なるほどね、あの地球上の話でも前に確かこの番組でやったことあると思うんだけど、飛行機の中で赤ちゃん生まれちゃった場合どうするよって話があるわけですよ、はいはいはい、出生地ってどこよって話よ。飛行機のスピードなんかものすごいんだからさ、あの母体から完全に分離するまでの間にどれだけ飛ぶと思ってるって言ったらさ、はいはいはい、どこを生まれた場所にするんですかって問題があったりするわけ。はいはい、なんかあった。そういうのと同じような理屈で、例えば、生年月日をどう表したらいいんですか、その星用の暦をまた作んなきゃいけないんですか、ね、あーそっか、なるほどね、時間の流れが違うわけですもんね。そうです。それから、あるいはその占星術、いわゆる太陽系の星の位置はっていうのは、これは割とこう計算で出すことができるわけなんですよね、でそれをあの座標変換っていうことで地球上で生まれたやつを例えば月の上に座標を持ってってそこからこう見たものに変えるっていうのは割と簡単にできる話なんですよ。だからそれはできると思うんだけれども、果たして、当てはまるかどうかっていうのはこれからやっぱり何世代かちょっと実験してもらわないとわからないというのが多分正直なところです。なるほどね、まだ未知の、そう、世の中にはいや私は宇宙の真理を知ってるから大丈夫ですって人はいるかもしれませんから、そういう人がいたらそういう人のとこ行ってください。私は無理です。あの全部占いは人間技だと思ってますので、決して神技ではなく人間技ですので。なるほどね、ちゃんとした分かんねえものは分かんねえ、ということになります。ああなるほどね、あ面白い話でしたね。そうですね、なんか火星、月よりも火星移住計画とかって今結構進んでますよね。ああ聞きますね、割と月よりもかえってちょっと調整すれば住みやすくなるんじゃないのみたいなこと言ってますもんね。確かにそのね、生まれた日にちだとか時間だとかが他の星になったらちょっとやっぱりね違うわけですもんね、当然そのまあ違うと思いますよね、それはね、時間のね、そういう問題がありますので、分かってるところをベースにしてとりあえず仮説はいろいろ立てていますが、実際にその人の一生を全部眺めるというその経過を見ないことには正しいかどうかは判断できませんというところになります。はい、わかりました。以上でございます。ありがとうございます。また明日も見てください。